ヒルティヒルティヒルティコーポレーションは、リヒテンシュタイン公国のシャーン氏に本社を置く、建設用の工具、材料を製造、販売する企業。世界120カ国以上に拠点を置く、ヨーロッパを代表する多国籍企業の一つである。2008年のヒルティ社の売り上げは、約47億スイスフラン。従業員数は、全世界で2万人超。 建設現場で使われるドリルやブレーカー、発力機、秒打ち機、あと試行アンカーなどを得意とする。自らも、ファスニングメーカーと称し、物の取り付けに関わる材料と工具を現場の全工程において提供している。高価格戦略をマーケティングの基本としている。そのための付加価値として、先駆的な機能、性能に加えて、疲れにくさや洗練されたデザイン、盗難防止装置等、 2010年1月現在、日本向け製品には、設定なし、性能表に現れない部分にも力を入れている。最近では、コンサルティングや、保証期間の延長、貸出式サービス付きのリース契約といった、サービス分野での取り組みも評価されている。ヨーロッパ市場でのシェアは、非常に高い。日本でのシェアは、決して高くはないが、建設現場においては、秒打ち機や、 ハンマードリルをヒルティ、ナイコーン式打ち込みアンカーをヒルティアンカーと呼ぶことがあるほどに知名度が高い、例、日立のヒルティ。なお、火薬式病打ち機に関しては、国内市場をほとんど独占している。ヒルティの経営方針は、大規模な敵対的企業買収、M&A を実施せず、労働者の処遇を優先、尊重するとされている。2011年に発表された、 働きがいのあるグローバル企業グレイトプレイスツーワークにおいて世界ベスト15位に選出された。これは米国企業を除けば第2位である。コーポレートカラーは赤。製品は赤と黒を基調としてデザインされている。コーポレートステートメントは卓越する力、手にする、信頼、A、アウトパフォーム、ウトラスト。ヒルティは創業者のせい。 ドイツの自動車部品会社などを務めた工学博士マーチン・ヒルティ。マルティン・ヒルティ1915年から1997年。英語はマーチンが実形のオイゲン・ヒルティ。オイゲン・ヒルティ。1911年から1964年。英語は友人他数人の友人と共に、1941年に工具製造会社マスカネン部をヒルティ・オグを起こした。 1960年にヒルティコーポレーションと解消し、現在に至る。2007年4月現在、マーチンの子息である、マイケル・ヒルティ、ミハエル・ヒルティ1946年。英語はマイケルが、取締役会、会長を務めてる。社長兼 CEO は、イタリア系スイス人のバイアス・バスケラ、ピウス・バスケラ1950年代である。 ヒルティがリヒテンシュタインに本社を置いていることについて、タックスヘイブンとの関係を指摘されることがあるが、ヒルティ一族は17世紀、つまりリヒテンシュタインの建国以前からこの地域に居住しているとされており、それを正当な理由とすべきであろう。ヒルティは株式を上場していない。これは長期的で一貫した経営方針を維持するためと説明されている。 かつては上場企業であり、1980年にマルティンヒルティ家族信託にすべての株を帰宅した後、1986年にはスイスの証券取引所に参加株式、議決権のない株式を上場した。その後、2000年に議決権株式をすべて買収し、2003年に参加株式、議決権のない株式の上場廃止した。 2007年現在は参加株式の約99%についてもマルティン・ヒルティ家族信託が保有している。日本法人の日本ヒルティ株式会社は1968年4月12日にヒルティコーポレーションと伊藤一万株式会社との合弁企業として設立された。当初の会社名はヒルティ販売株式会社。通称は伊藤一万ヒルティだった。 1973年に社名を日本ヒルティ株式会社と変更。1992年にヒルティコーポレーション100%出資の子会社となった。ヒルティ本社がグローバル展開をしているため、日本ヒルティに本社からリヒテンシュタイン人、ドイツ系が派遣されるケースは極めて少なく、ヒルティアメリカ法人テキサス州プラノで採用されたアメリカ人をはじめとする。 様々な国籍の人が派遣されることが非常に多い。このために、日本ヒルティは、ビジネス英語を社内公用語として使用することを奨励し、アメリカとの関係が密接である。中日本に導入されているものの魅力。今日ヒルティは、メーカー直販という販売手法で成長してきた企業であるが、日本への進出にあたって販売店の協力を求めたという経緯があり。 国内では販売店と直接販売との併売の形をとっている。かつてはヒルティの直営店舗を全国に展開していたが、現在直営店舗はなく、直行直帰の営業担当者が顧客サービスを行う。前述したように、ヒルティはサービスに大きな力を注いでいる。2010年6月現在、ほとんどの工具類に対して、下のようなサービスが提供されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。